回目では、大量にある写真を、一度の操作で、著作権表示を入れる方法です。まず、準備として、フォルダを作成しておきます。エクスプローラを開いて、任意の場所を選択して、画面から新規フォルダをクリック、わかりやすい名前を、付けます。この例では、2018テストとしてます。できたら、エクスプローラを閉じておきます。そして、フォトディレクターを起動させます。次に、大量に保存してある写真を、フォルダごと全部読み込む作業です。上にある、ファイルをクリックして、さらに、読み込みから、フォルダをクリックです。読み込み画面が開くので、自分のパソコン環境に合わせて、場所を指定します。この例では、外付けハードディスクに写真を、保存してるので、そのフォルダを選択していきます。フォルダを選択状態にしてから、下にある、フォルダ選択をクリックです。すると、読み込み画面が開きます。この状態は、すべて選択されていますので、これで良ければ、下にある、読み込みをクリックするだけです。しかし、読み込みたくない写真を選別することもできます。その場合は、写真の左上にある、チェックを外すことで、その写真を除外できます。今回は、フォルダごと全部読み込むので、下にある、読み込みをクリックします。読み込みが終わるには、写真枚数や PC 性能によって、時間も変わってきます。ここは、少し待ちます。次に、大量に写真がある場合は、表示形式を作業に応じて、変更すると、楽にできます。写真上にある、4つのアイコンで変更できます。今は、左から3つ目になっています。では、それぞれに変更してみます。ここは、画面の変更だけを見てください。このように、4つの形式があるので、使いやすいのを選択すると良いです。今回は、この形式のまま操作していきます。一度の操作で、大量写真に著作権を挿入するので、まずは、写真を一括で選択します。キーボードのコントロールキーと、A の文字を押します。すると、写真を全部選択できます。このように、写真を選択した状態で、次に進みます。左上の、ファイル、をクリックして、メニューから、選択した画像の、書き出し、をクリックします。そうすると、画像の書き出しが表示されますので、基本になってる場合は、詳細をクリックします。詳細にしてから、進めます。次に、フォルダー欄にある、点3つのボタンをクリックです。ここは、最初に作成したフォルダを、指定します。この例では、ピクチャーにある、
2018テストを選択してます。次に、スクロールして、ファイル形式を JPEG にします。さらに、スクロールして、サイズ変更していきます。サイズ変更して合わせるをクリックします。ただ、ここは補足注意として説明します。写真に著作権を入れる目的は、ネット上で公開することが目的だと思いますが、その際にカメラ撮影したそのままのサイズでは、非常に大きくて表示時間がかかります。ですので、サイズ変更しておくのが無難です。数字を任意で入力します。ダブルの方だけ入れても OK です。透かしのとこにある点3つをクリックします。前回に作成した著作権のテンプレートがあるので、それを選択して OK をクリックします。透かしの追加にチェックがあるのを確認して、一番下の書き出しをクリックです。作業が開始され、出力されていますので、確認していきます。エクスプローラを開いて、先ほど指定したフォルダを開きます。では、確認のため、写真を開いてみます。著作権が挿入されて、なおかつ、写真サイズも変更されています。他のも、確認のため開きます。この例では、150枚の大量の写真を一括の操作で、著作権表示を挿入することができ、サイズ変更も完了してます。正常に仕上がっていることが、確認できました。これで、作業は完了です。